神奈川県百二十二期の塩田裕美です。私の健康法はと、やりたいことをやってと、ストレスをため込まないことです。と湘南バンクの印象はとても綺麗であの、スピードバンクという印象です。と今年やり残していることは、あの髪の毛にあのエクステをつけることです。と明日からは。 着に絡めるように頑張りますので応援のほどよろしくお願いします大分県の安藤里奈です、えー、私の健康法は、えー、いろんなとこに旅行に行くことです、えー、湘南バンクの印象は初めて走るんですけどあの発送機がすごいご立派だなと思います えー、今年やり残していることは特にないです。明日からの意気込みは、えー、3日間しっかり確定版に乗れるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と東京都出身の松本志乃です。えっ、ー、と私の健康法はたくさん寝ることです。湘南バンクの印象はえっ、ー、と走りやすいイメージがあります。 今年やり残していることは、好きなアーティストのライブに行けてないことと、あと1回優勝することです。明日からの意気込みは、とりあえずえっ、ー、とこれが復帰戦になるんで、まずはレース感を取り戻せるように頑張りたいです。応援よろしくお願いします。三重県の伊藤優里です。私の健康法は、よく寝ることです。湘南バンクの印象は、 風が強くて、ちょっと走りにくいかなって思います。今年やり残していることは特にないです。えー、明日からの意気込みは、全力を尽くして走ります。応援よろしくお願いします。百二十六期の千葉の伊沢マナです。私の健康法はたくさん寝ることです。湘南バンクの印象は？すごくあのイルミネーションがキラキラしていて、綺麗なところ。 と思います。今年やり残していることはまだ競馬場にあまり行けていないので競馬を見に行きたいです。明日からの意気込みは一層一層全力で走ります。応援よろしくお願いします。福島の藤巻恵理香です。と私の健康法はよく歩くことです。湘南バンクの印象は暑いです。今年やりなやり残していることは教えの 応援が足りなかったことです。と明日からの意気込みは、えっと前段から頑張りたいと思います。応援してください。愛知県の富直恵です。私の健康法はよく寝てよく食べることです。湘南バンクの印象はすごくいいすごくいい印象です。今年やり残していることは今のところは特にないです。と明日から3日間精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。